朝学校で2時半電車に乗るんだけど、だからユーザーがやってたタバさん。本当学校申し訳ないですけど、寝に行ってましたもん。水選手の大沢ビギリ、今回のゲストは永井雄一郎さんです。よろしくお願いします。まあ永井にはもう焼肉食べながらも出てもらいましたし、ところどころでもいろいろやってもらってるんで、ドリブルのやつもやってもらったりとかね、はい、まあこれからもいろいろ出てくる場面があると思いますけどもね、お世話になってます。そうです、よろしくお願いします。頑張って、はい、すいません、またノーアルコール。ああ、いいの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 、あの飲んでても次の日起きてもらえない。そうですね、ひどいですからね。まあ、長井はね、まあ、昨シーズンなのかもうね、はい、神奈川県のイブリーグリーグ、はい、あやぶさ入れる、はい、前回そのギリギリトークで出てきてもらった時に、はい、移籍がその後ぐらいに決まったんでね。そうでしたね、確か出た時は、はい、まだ前のチームで紹介したんだけど、はい、放送されるまでの間に移籍が決まった。ちょっとバタバタあって、そうだね、はい、早草ユーリコというチームで、はい、レッズの OB の阿部俊幸監督、はい、どうですか阿部ちゃんは。阿部さんはシーズンの時にめちゃくちゃ走るんですよ、本当に、はい、本当にきつかったです。え、前のクラブともう練習量は全然違うの？全然違いますね。練習の日数もまあ多くなりましたし、もう一日フィジカルデーがあるので、もう陸上トラックで走るんですよ。素走りがあるんで、その日はもう本当にきつかったですし、二度までしましたもん、走りで。でも阿部ちゃんって走んないでしょ、だって。いや、阿部さんってあんま走ってないイメージをなんとなく思ったんですけど、よくよく思い返してみるとずっとグラウンドよく走ってましたよね。ああそうか、はい、でも阿部ちゃんはそのスピードがあるっていうよりはどちらかというと持久力系で黙々とこうやる感じなんでね、はい、動き続けるタイプですからね。じゃあ阿部ちゃんの中ではやっぱりサッカーっていうのはそういう体力のところから始まってるっていう、最低限やっぱ走れるっていうところはベースとして必要だよねっていうのはあるみたいですね。あとほら全員がプロじゃないじゃない、うん、アマチュアの形でしょ、はい、ほとんどもうほぼアマチュアでしょ、はい、だから多分そういう意味でも基礎体力っていうので、練習がない人がに自分でそのコンディショニングとかをやってくれるような意識高い選手たちだったら多分良かったと思うんですけど、やっぱそういうのも多分やらない子たちなんで、発信の日っていうのをちゃんと設けてやらないと、もうやっぱどん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 落ちていくっていうような感じはあったんですね。で、今一番若いですか？大学1年生ですね。20歳、18、19とかですね。へー、いくつだっけ？41ですよ。もうだから子供のもおかしくないですか、ね、そうだよね。来年というか、まあ、今年になるのか、はい、もうまだ早退力で一応そうですね、まあ、選手として、まあ、今年に関してはちょっとこうコーチもちょっと兼任でやってほしいみたいなことは言われてますけど、うん、上がらなかったんでね。上がれなかったです。人大ですね、神奈川大学、はい、に、完敗でしたね。でもそもそも社会人サッカーなんだから学生が安定だろっていう、そうだよね。だからそこにちょっと学生が入ってくるっていうこと自体がやっぱもう環境が違いすぎるじゃないですか、やっぱり、ね、だってまあ学生は学生で勉強しなきゃいけないだろうけど、その中でサッカーはもう十分にできる環境なわけじゃないですか、ね、うん、社会人サッカーってそれがないわけじゃないですか。そうだ、ね、みんなそれぞれ仕事しながらやってるっていう中で、だから同じ土俵じゃないんじゃないかっていうのは思うんですけどね。まあ普通に考えたら多分入っちゃいけないカテゴリーなんだけど、大学生も試合をやる機会を与えなきゃいけない。で高校生もそうだけど、11人しか試合が出れないってなったら、残りの何十人っていうのが試合の機会がないと、そこに対する公式戦っていうのを多分、サッカー協会も、そうですね、多分与えてくるんだね。そうですね。だから多分、サッカー協会からすると、その若い学生たちを超えてることで、壁を高くしてるんだよ。そうですね。簡単に勝たせるよっていう。何試合、去年まあコロナの関係もあったから、はい、リーグ戦自体は6試合しかなかったんですよ。もう6試合だと6連勝すりゃいいでしょ。グループだったので4グループとかやったので、そのもう一つのグループとやるって感じだった。そこが神大、神奈川大学に勝てば一部昇格、一部昇格だったんですよ。この昇格するかもしれない、いや、そうですね、はい、負けたらダメだっていう真剣勝負があるっていう、そういうやっぱりこう緊張感がやっぱありますよね、うん。三菱洋和で一番上までいたらって長い日本代表とかいんの？田中純也とかですか？おお、田中純也って三菱洋和ですね。まあでも下だったりとかね。じゃあ僕より上だと J リーガーになったっていうのが、広瀬さんがジュニアユースまでは洋和だったんですね。で、定例行かれて列になってて、でも近くにあったら三菱洋和行かしたいと思うもんね。プールがあって、あ、そうですね、ね、パイプがあって、はい、僕らって大変でしたよ。もう家も遠かったんで、も
学校行ったらもうそのままクラブチームやって、うん、で練習早すぎるんでとりあえずもうその当時もパスタ食えばいいと思ってたんでコンビニでパスタのやつを買って、うん、それで食べてで時間がすごいあるんで筋トレルームとか行ってそして筋トレして7時ぐらいだよ練習は7時半ぐらいですかで9時までなんですよでもその後も大体自主トレするじゃないですかで練習終わって結局松屋とか近くになったんで松屋とかも飯食ってそのまま帰ってきてたの12時ぐらいでしょ家に帰るで朝学校で朝6時半の電車に乗んなきゃいけなかったから夕下がりにさたばったんで本当学校申し訳ないですけど寝に行ってましたもん、うん、眠いしであとほらその一番体力がつくのは寝ることじゃない、はい、寝る時間がやっぱ遅いっていうのは、はい、問題視されてるよねヨーロッパの場合はもう放課後部活動がないし、うん、その近くでやるっていう感じだからさ、ね、本当それがしんどくてその生活が、うんもう寮みたいに住めないかってずっと頼んだんですよ。で学校と寮番の方が距離近かったんで家行くの、うん、だからもうでずっとお願いしてたんですけど、これは無理だって。めちゃくちゃきつかったですもんだから。水曜日だけがオフだったんで、水曜日だけですよ。じっくりできるの。あとはもう時間に追われるように電車乗って。で農大一高はさ、はい、教学です。恋愛の方どうですか。恋愛ですか。もうサッカーしかやってないですよだってサッカー部はさもうキャッカー部じゃないですよでも長井がサッカー上手いなんて知らないわけじゃん僕と同級生でフリューゲルスのユースにいたやつがいたんですよ、うん、でそいつも球技大会出てきてそこだけすげえバチバチやりましたけど、うん、だからクラブのやつだって、ね、学校には知られてないからね、はい、そうですね、うん、サッカー部のキャプテンになったやつがいるんですよ弱の同級生で、うん、はいだまあそいつがいたんで俺のことはもちろん分かってるし、うん、っていうのもありましたけどだから本当学校では影薄いですよもうおとなしくしとこうと思ってでもさもうこの容姿でしょ当時からはいや顔だけは言うわけだろ顔と背だけはまあまあ背だけはって感じですよねその当時こうモテるようなちょっとこう垢抜けた子たちとは違う僕は違うからもうだから本当おとなしい人たちと一緒にいました、勉強は勉強全然してないですやばかったですだからプロになれると思ってなかったんで中学校でいいなんか理系の勉強とかちょっと楽しくてそれを目指していこうと思ってでその時の担任の先生がまず教えてくれてで農大一高普通に行ったって感じだったへえまあ大学はねサッカー入るかもしれないけどプロじゃない将来ってのはどういう道かその中学校の時に酸性雨とかの研究とかもしてたんですよ酸性雨とか実際に水槽の中でこう実験とかをやったりしてたんですよでそういうの結構面白くてたまたそういう研究したりと かそういうのやってみたいなっていうの気持ちはあったんですよただもう、僕はレッド練習参加とかさせてもらって、まあ、大体高2の終わりぐらいでもレッドも来ましたんで、そうだね、言ってたもんね。はい、だから、もうそこからもう一切勉強したかったんで、高2の終わりにね、決めちゃダメだよ。最近さ、大学生もそうだけど、はい、大学3年生が、再来年のレッド決まりますから、はい、レッドは決まりますけど、柴崎がも、うん、高2じゃん、はい、青森山田の高2の選手が、もう鹿島決まってます。いいやばい、ね。そのまますぐ行くならいいですよね。いやそれはなんかもうエランスカウトが来て来てほしくないみたいな、はい、みたいなのもあるらしいんだけどあそうなんです、ね、勉強したくなるよいやまあでしょもろそうでしたねもう俺も高校されの夏だからさまあまあ早いですよねでもまあ基本プロとか就職でそうじゃん一応俺も大学行くつもりだったらさ、はいまあ、ちょっと勉強したの、はい、サッカーで行ければいいなって思いながらずっとこう考えてでもある程度勉強しておかないと推薦プラスの勉強とかさ考えてたんだけど高校3年1学期までじゃん基本的に成績もはいそうでその夏休みにもう潰してもらったから2学期とか何もしなかったもんね周りが一番勉強するからまあそうですね差がすごいですよねそのさすがにちょっとね先生に呼び出された卒業できればいいしそうですね国体出る選手権出る俺はサッカーの調整をしに授業をしてるみたいなさあ今日のゲストははいもうね入札終わってるなんで入札